乙女的恋革命ラブレボーはい、今回新しく乙女ゲームやります。変わった恋愛ゲームをやりたくて検索したらなんか変わったゲーム第1位にこれがあったんで400円くらいで買っちゃいました。これちゃんと説明書を読んだんだけど、で一回キプレイ済みです。私はとあるキャラをでもなんかうまくいかなくて、なんか友情エンドみたいな感じになっちゃったんで、ちょっとやり直しってことで、まあグダグダなこと、グダグダな部分をねみんなに見せたくないしね。じゃあ最初からラブレボ、これは100キロ、体重100キロの女の子がダイエットしながら男の子を落としていくっていう本、これですね。100キロって書いてあるほい、スタート。今からほんの少しだけ昔、私はいわゆる美少女と呼ばれる女の子で、これをねサムネにしたいね。数えきれないほどの美少女コンテストでの優勝やテレビ CM のお誘い、誰もがみんな私のことを可愛いって言ってくれた。誕生日には車で届けられる数多くのプレゼント、約束されていた将来はまばゆいばかりに輝いていた。何歳くらいなんだろうこれ、はずだったのに。来ましたねこれ、いつの間にかこんな感じになっちゃった私。てか太っただけでそんな顔までさ変わることってある？たまに太っててもあれあの人痩せれば可愛いのになっていう感じの顔の人っていませんか？はあ、だってたくさんあるプレゼントの中でも特に多かったのは素敵なお菓子たち。いつも私の周りで甘い声でささやきかけて私を誘惑するんだもん。そして幼い頃に聞いた あらゆる賛美の言葉の中で嬉しかったお兄ちゃんが言ってくれたあの言葉。うんうん、お前は何してても可愛いけど食べてる時の幸せそうな顔が一番だな。ママは美味しいお菓子を作るのが上手でパパも勧め上手、甘いものを食べてる時の私の顔を見てみんなが幸せになるんだと思っていた。目が点ですけど、最近結構きつい体型だねなんて言われることも多いけどそんなこと全然ないよねもうシャツ入りきってないよボリボリ、これ100キロ以上あるでしょ絶対。ボリボリ痩せるためにご飯を残したり食べたいお菓子を我慢するのって体に良くないもん。それに作ってくれた人やお菓子メーカーさんに失礼だと思うんだよね。まあそれは言えてますけど、だから私はご飯を作るのもお菓子を食べるのもみんな大好き。もう食べながら喋んないでくれます？で私が言うことじゃないな。それにしても今月の新作クリームコロッケ味のカーリー美味しい。ん？おいちょっといいか？え、どうしたのお兄ちゃん？実はな、今うちのマンションの新しい入居者が挨拶に来てるんだよ。あ、そういえば昨日はトラックが何台も乗りつけて大変だったんだっけ。実は私とお兄ちゃん今は実家から少し離れたマンションで暮らしてるんだ。もともとはここうちのパパが建てたマンションで学校からも近くてすごく便利なんだけど、ちょっと家賃が高すぎてこれまでは私とお兄ちゃんの他には入居者が2人しかいなかったの。それが明日の新学期から一気に5人も入居者が決まってパパは大喜び。私も静かすぎるマンションだなんて寂しいからすごく嬉しくて、どんな人が来るのかずっと楽しみにしてたんだよね。みんなお前と一緒の学園なんだってさ。うん、せっかくだからお前も挨拶しに来いよ。うん、わかった。同じ学園の子か、どんな子たちなんだろう。こんにちは。うわぁ、あ、来ましたねオープニングこのオープニングなんか一回聞いたら頭から離れないくらい結構いい歌なんだよねってことで黙りますか。
ね、いい歌でしょ。思わず口ずさみそうになっちゃったよ。うがー、いきなり話吹きそうになっちゃったじゃない。なんなのこの人たち、異様にイケメンばっかりだわ。ここが眩しくてよく見えない。っていうかこの人たちもしかして学園人気ナンバーファイブの人たちじゃなかったっけ。唖然としてる。豚を見る目ですね。はじめまして、私ここのマンションのオーナーの娘の眠り姫子です。皆さんと同じセントリーフスクールの2年です。今日からよろしくお願いします。にっこり笑ってまず一番手前にいた一ノ瀬さんに握手を求める。3年の一ノ瀬蓮だ。うわ、学園人気ナンバーワンの人だよ。ものすごいお金持ちで有名なんだよね。知的でクールなところが大人気なんだけど、近寄りがたいオーラが出てて、みんな遠くから見てることしかできないんだ。そんな人がうちのマンションに越してくるなんてラッキー。で、あれ？なんか全然手を出す素振りがないんだけど。しかもものすごい手つきで私を見てたりするような気が。もしかして思い切り仕方されてる？あれ、でもずっとこっちを見てるってことは本当は連れてるだけだったりして。邪魔だ。え、お前だよ、お前。一人で何幅取ってんだ。さっさとそこをどいてくれ。顔はブサイクだろかな、この子は。何よそれ、ひどくない。じゃあさよなら。なんかものすごくかっこいいけど感じ悪いな。おっと、ごめんごめん。俺は2年の香原雅紀。学年は一緒だけど、1年の時はクラスが違ったんだよな。あ、そうだね。まあ、君って結構学年でも有名だから知ってはいたけど。服がシワクシャですけど。はあ、彼の言う通りクラスが違うから実際に話したことってないんだよね。けどうちの学園じゃ一ノ瀬先輩に続いて人気ナンバー2として、学年でも知らない人はいない。なんとなく気兼ねなく話せそうだし、今度のクラス替えで同じクラスになれるといいな。ま、確かに君痩せてるとは言えないけどさ、それっていわゆる個性だし気にすることないよ。ってフォローになってないっつーの。でもきっとこの感じだと本人はわざとじゃないんだろうな。じゃあな、また今度学校で。うん、うん。どうも、1年の立花。私この人気になってんだけど。あ、どうも。確か彼は新入生だけど、入学前からかっこいいって有名だった子だ。うん、後派で女の子にあんまり興味がないって噂を聞いたんだけど、本当なのかな。すげえ、はあ、そのサイズの制服ってあるんだ。俺初めてだ。うわ、特注だろうね。真顔で痛いところついてくるじゃない。なかなか厳しいわね。じゃあら、そういうことで。シュッとしてる、とんがりツンツン頭。みんな思い思いに厳しいこと言っていくな。言ってる本人に自覚があるのかどうかはわからないけど。次は、あ、この人は確か3年の先輩だよね。女の子にはすごく優しくてファンも多いらしいから、きっとひどいことは言わないはず。もしかしたら君だって十分に可愛いよとか言ってくれるかもしれないし、ドキドキ。3年の上白彩人です。ウインクしてる。あ、はい、よろしくお願いします。君、はい。じゃあ、これからよろしくね。スルーかい。ひどい、ひどすぎるこの人たち。なんなの、私ってそんなにダメ、イケてない。こんにちは、僕、深見聡太、1年です。はう、今度はこの子。そういえば立花くんと並んで入学前から騒がれてた子だわ。この子にまで突っ込まれた、なんかもう立ち直れない感じ。ねえねえ、先輩もここのマンションに住んでるんだよね。うん、やりー。結構迷ったけど、やっぱここに決めて大正解。え、なんかすごくいい感じじゃない。よかった、この子だけはフレンドリーだわ。こっちこそよろしく。お父さんからいろいろ聞いてるとは思うけど、わからないことがあったら何でも聞いてね。うんうん、聞く聞く。ねえ、先輩はどこの部屋なの。僕、後で遊びに行ってもいい。え、あ、うん、もちろん。せっかく同じマンションに住むんだもん、よかったらいつでも来てね。うん、じゃあまたね。
うん、なんかワンコっぽい子だな、ナゴム。特にさっきの4人の攻撃の後では。それより私ちょっと体型気にした方がいいのかな。よし、明日はほんのちょこっとだけ朝食減らしてみよう。あー、んー、デブのちょこっとって本当になんだろう、米粒一粒くらいなのかな。マンションでの衝撃の対面からいろいろ気になっちゃって、朝ごはん3杯しかおかわりしなかったもんな。お兄ちゃんには病気かって心配されたけど、ちょっとはダイエットになってるかしら。でもほんのちょこっとだけ軽くなった気がするし、気のせいじゃないよね。しかしやっぱりあの反応はショックだったわ。みんなが先に学校行っちゃってて2回目のストレート攻撃を受けなくてよかった。連続で食らったらもう立ち直れないかもしれないもん。大丈夫？出た。なんか元気ないみたいだけど、これ食べる？木の村。ああ、トールくん、そのチョコサンド食べていいの？彼は私の幼なじみの木の村トールくん。小さい頃はよく一緒に遊んでて、その後は今までずっと同じ学校。もう半分家族くらいの勢いよね。でも遠慮してくれ、ありがとう。え？食べ物を断るなんて。このポーズ面白いわ。でもヒロインよりかはデブじゃない。木野村くん、みんな同じクラスでよかったね。ほんと、全員一緒なんてラッキーだよね。うん、そうだね。この二人はこの学園に入ってからの友達なんだけど、最初から気が合って3人で行動することが多い。入学式の時、私の体型に引くことなく普通に接してくれたんだ。しかも、ガハラ君もこのクラスなんて、なんか新学期から楽しみ。うんうん、やっぱり1年の時からこの学年の女子はみんなチェックしてるもん。まあね。そう、結局ガハラ君も同じクラスになったんだよね。ね、それよりさ、マンションに例の人気ランキンググループが入居したって本当？え、そうなの？教えてくれればいいのに。この子の声真似しやすそう。いや、二人に連絡したいのは山々だったんだけど、ちょっと精神的ショックが大きすぎて。精神的ショック？なんかあったの？お願いだから聞かないで。そりゃね、私はいつでもポジティブシンキング、常に明るくがモットーだけど、あそこまで揃って反応されちゃうね。さすがの私も落ち込むってもんよ。で、人がへこんでるのになんか異様に動画が騒がしくない？ あ、出た。先輩見っけ。え、ソータくん？そっか、だからか。ソータくん入ってからすぐに学年問わずに注目されてたからな。なんで君がここに？式も先生の話も全部終わったから抜けてきたんだ。教室にいると女子が鬱陶しいんだもん。鬱陶しい？ソータくんって可愛い顔して結構きついこと言うな。ねえ、僕この後教科書取りに行くんだけど、ついてきてよ。いや、ちょっと先輩と一緒に帰りたいしさ。いや、ちょっと私にも選ばせてください。なんか意外というか、よかったじゃない、可愛い後輩ができて。うわ、キャー、痛い。いつつつつつつつ、痛い。ふふ、この顔の大きさが。胸はあるんだね。え、待って待って、ワイシャツが、あー、もうダメだわ。ブレザーが、うわ、なんかすごく可愛い。周りにお花が見えるんだけど、確かこの子って、そうだ、男子の、何これ、男子の、まあいいや、人気でいいや、人気を集めるお嬢様、東条ユーリーカーだ。この子も1年の時はクラスが違ったから全然話したこともないけど、あ、大丈夫？っていうか、私も十分痛かったよ。嫌ですわ、私の方こそごめんなさい、ぶつかったりして。そうだよ、先輩びっくりしてんじゃん。いや、私てっきり壁か何かと勘違いしてしまったようで。え？あなたってとっても体が大きいのね。それにとてもがっしりされてて、見るからに健康そうで羨ましいですわ。大丈夫ですか？怪我しちゃんだら俺一緒に保健室に。いいえ、私でしたら大丈夫です。あなたもお気になさらないでね。
ちょっと私が弱すぎるだけかもしれませんから。てんてんてん。それでは失礼いたします。普通になんだよあの女、自分からぶつかっといてさ、感じ悪いの？なんか私の方が可愛い感じがする。大丈夫？あの姫子ちゃんじゃなくて私ね、私。あ、うん、平気だけど、あれ？何今の？立ち上がろうと思ったら急にクラーッと目の前が真っ暗に。どうしたの？ねえ、先輩？なんかね、お腹が空いてもう動けない。ガラガラガラ、お邪魔しまーす。お、なんだよお前ら、急に入ってきてんじゃねえよ。この不良教師、保健室でタバコなんか吸ってる。またですか先生。このとても先生には見えない人は若月龍太郎先生、トール君と同じ前からうちのマンションに入居してる人。とにかく口は悪いし、保健室でタバコを吸うし、二日酔いで逆に生徒に看病される日もあるくらいの問題教師なんだけど、本当は面倒見が良くてすごく生徒人気の高い先生でもある。文句言いながらも生徒の相談なんかにしょっちゅう乗ってるみたいだし、結構優しい人なんだよね。あ？お前、朝飯減らしてきただと？まさかとは思うが、無駄なダイエットでも始めたんじゃないだろうな。人間撤回だ。ダイエットなんてそんな大げさなものじゃ。ほら先生、ふざけてないでちゃんと見てあげてよ。このままじゃ先輩ガリガリに痩せちゃうって。なんか太ってる方がいいのかもね、この人にとって。よく見てみろよ一年坊主、これだけ立派にくっついた霜がそう簡単に落ちると思うか？そこまで言いますか。ハードな演劇部の練習をこなしてこれだけプクプクしてられるのはある意味才能だよな。もう陸上部履いた方がいいんじゃないの？え、先輩演劇部なの？うん。ま、とりあえずお前らはこいつ置いて教室にでも戻れ。まあまあ、じゃあ教室で待ってるね。あんまり無理しちゃダメだよ。その不良教師に何かされそうになったら大声出しなよね先輩。おいおい、俺様は嫌がる女に手出すこと飢えてねっての。いいからさっさと行け。じゃあねじゃあね。で、どうしたんだ？いや、別にショックなことがあったからちょっと朝食減らしただけですよ。この前私の体型を見ていい感じにきつい反応が返ってきて、でもほんのちょっと食べなかっただけですぐこんな感じになっちゃうなんて、私ってもしかして結構デリケートな虚弱体質だったりするんですかね。朝飯ってどれくらい食ってきたの？いつもより少なくて、ご飯3杯とお味噌汁2杯、焼き魚に目玉焼き、昨日の残りの豚のカノニとマカロニサラダ、あ、メンチカツとかぼちゃコロッケもあったかな。あとは軽いデザートとしてアイスクリームとホットアップルパイくらい。やっぱりこれじゃ足りないですよね。お、結構距離が近くないですか？お前バカか、そんだけ食ってどの口が虚弱とか抜かしてんだ？だって普段はご飯だって5杯は食べてるし、目玉焼きの卵だって4個くらいは使うし。それがおかしいっつうことにいい加減気をつけよ。たく、そんなこと言ったって。うるせえ、言い訳なら聞かねえぞ。そんだけ食ってりゃ心配ねえから、ちょっと休んだらさっさと行け。ひどい。大体ダイエットってのはちゃんと計画立ててやんねえと体調崩すだけなんだからな。どうせやるんだったら協力してやるから俺様に相談しろっての。わかりましたよ、もう失礼します。あ、ちょっと待て、ほらよ。え、あ、これってマドレーヌ？クラブの連中が大量に持ってきたからお前にもやるよ。そういえば先生、料理クラブの顧問もしてるんだっけ？いきなり頼まれて断りきれずにって話だったけど、先生実は料理もできるんだよね。何言われたか知らねえが、それでも食ってちっとは元気だぜな。先生なんだかんだ言っても優しいよね。
どっかで倒れてもお前を運ぶのに一苦労どころじゃなさそうだから。さーて、せっかくもらったマドレーヌどこで食べようかな。そうなんです、どこで食べるか、ここが分岐点なんですよ。よし、じゃあここでセーブして終わります。パート1はこれぐらいで、そう、最終的に45キロまで減らせるんですよ。あ、ま、あ、間違った。あ、まあいいや、セーブするとこ間違えちゃった。よし、じゃあありがとうございました。次回もよろしく。